どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は新プレゼント企画の概要を発表していきたいと思うんですけども、そのタイトルがですね、もし新戦界に勢力一致バフがなかったらということでですね、企画していきたいかなと思います。見ていただいている画像はモシドラのザッコラということになってるわけなんですけども、新戦って本当に多くの武将がいるんですけども、勢力一致バフっていうのが強力すぎてですね、どうしても勢力一致っていうのを考えながら編成する必要があるということになってるんですね。で、勢力一致バフの根拠というのは建築にあります。君主殿のレベルが5になった時に解放される強力なんたらっていうやつですね。ここの部分のレベルをマックスまで上げるとですね、陣営属性バフが 10% もつくということなんですね。これはかなり大きいですよね。で、武力、知力、統率っていろいろありますけども、全ての属性に 10% バフがつくっていうことになってるので、突進めた時とかにですね、振り分けられる属性ポイントなんかに比べてかなり大きいものになるということでですね、これを利用しない手はないということで、各勢力を一致させてですね、編成を考える方がほとんどということになっております。おまけにレベル10まで上がるとですね、特殊効果まで発動して、陣営武将の戦闘中での獲得経験値まで 10% も増えてくれるっていうことで、育成も進めやすいという点でですね、勢力一致っていうのを行う利点っていうのは大きいということになりますよね。ただですね、ご覧の通り建築依存ということになってますので、こちらのレベリングっていうのが進んでないと、思ったように陣営バフっていうのは得られないということになってるわけなんですね。なんでシーズン序盤のようなですね、建築っていうのがあまり進んでない段階だと、勢力一致が行えてないデメリットっていうのはほとんどないということになるわけですね。で、勢力一致バフっていうのが得られてなかったとしても、とんでもなく強い編成というのが存在します。それがこの天候盾ということですね。聴覚は群雄勢力、露宿は五の勢力で、劉備は食の勢力ということでバラバラなんですよね。で、こういったバラバラの勢力一致バフっていうのが得られない状態でのみ発動できる三星人とか、あと川柳人っていう戦法があるんですけども、こういったものさえ使わずにですね、強い編成っていうのが存在するっていうのは割とびっくりした部分ではあるんですよね。で、この天候盾もおそらく流行りだしたのはシーズン7くらいだったんじゃないかなと思うんですよね。ただ編成自体はシーズン6から組めたということになってるので、本当にアイディアの勝利だなっていうところですよね。聴覚を主将として、露宿と劉備は副将の盾の編成ということになるわけなんですけども、劉備のところは曹操であったり各将だったとしても強いということになってますね。で、こちらの編成に関してはシーズン中ずっと活躍できますし、特にシーズン序盤だったら敵が勢力一致バフっていうのは得られてないので、この天候盾が無双できるという環境になるわけですね。で、他には天下騎馬なんていう編成もありますよね。こちらは曹操と囲いは義の勢力なんですけど、呂布は群雄の勢力ということになってるので、まあバラバラっていうわけではないんですけども、一致ができてないということになってますね。ただこういった感じだったとしてもですね、呂布や囲いの凸がしっかり進んでたらですね、曹操でサポートすることによってですね、勢力一致バフっていうのがないにもかかわらず火力がしっかり出るということでですね、存在してる編成ということですね。まああまり見かけないんですけども、長領のようなシーズン限定低配数武将を持ってない方っていうのは、代わりにこういった編成を組むケースもあるみたいですね。で、今回のプレゼント企画の趣旨といたしましては、先ほど例に挙げさせていただいた天候盾や天下騎馬のような編成を発掘できないかっていうところがあるんですよね。やっぱりこういった勢力一致バフっていうのが得られてない編成で試すの怖いじゃないですか。試しても失敗しそうということで二の足を踏む方も多いんじゃないかなと思うんですけども、逆にそういった感じで試す人がいないがゆえにですね、発掘できてない強い編成っていうのもまだまだ存在してるんじゃないかなと思うんですよね。先ほどの2つの編成に関してもですね、組めるようになった段階からすでに戦場で活躍してたっていうわけではないので、誰かしらのアイディアをもとにですね、まあその流行るまで至った編成っていうことになってますよね。そういったのを企画で作れたら面白いなということで、この企画にさせていただきました。で、昔の動画にですね、こういった企画どうでしょうということでですね、今回の企画を提案してくださった方もいらっしゃったんでね、それを覚えててということでですね、今回始めさせていただくことにしました。コメントいただいた方本当にありがとうございました。インスピレーションいただけました。でですね、一応ルールといたしましては、その勢力一致バフっていうのを得られてない編成ということでさせていただけたらなと思います。
なんでバラバラでもいいですし、2-1 とかでも構わないということなんですけども、ただ川柳人や三星人の使用は禁止ということにさせていただきます。こちらの2つの戦法っていうのは、その勢力一致バフが得られてないデメリットっていうのをですね、埋めて余りあるような性能ということになってるので、これが使えるっていうことだと何のこっちゃわからんということになりますので、この2つを使わずしてですね、強そうな編成というのをですね、応募いただけたらと思います。で、応募方法なんですけども、いつも通りツイッターを利用させていただけたらと思います。この動画が上がる頃にですね、一応ツイートの方をさせていただきますので、プレゼント企画用ということでですね、そちらの方にリプいただいた方の中からということでですね、当選者を決めたいかなと思います。で、その当選者っていうのは、僕はこの編成良さそうだなって思うぐらいのですね、ふわっとしたものになるということだけご了承いただけたらなと思いますね。直感で良さそうだなって思う編成を考えてくれた方にですね、一応プレゼントということにさせていただきます。で、そのプレゼント内容なんですけども、今まで同様ですね、天岐阜5000円分ということにさせていただけたらと思います。応募数がどれだけになるかわからないんですけども、ただ単純な検証に比べれば当選確率っていうのは飛躍的に高いかなと思いますので、ふるってご応募いただけたらと思います。よろしくお願いします。で、期限なんですけども、本日4月の22日12時、この動画をリリースした時からですね、今週いっぱい4月の28日の23時59分までということにさせていただきますので、よろしくお願いします。で、一応ですね、いいねとかリツイートしてっていうことを言うつもりはないんですけども、応募するにあたってですね、リップと、あとその引用リツイートっていうのでも応募できるっていうことになりますよね。ただちょっと引用リツイートでのご応募っていうことだと忘れてしまいそうなので、一応リップでの応募ということで限定させていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。でですね、最後に応募いただいた編成っていうのは動画内で紹介させていただきますということもですね、ご了承いただける方がですね、応募いただけたらと思います。で、実際組んでみてですね、その戦法詳細なんかもあるよみたいな方はですね、画像も添付していただけるとありがたいです。その辺はですね、皆様にお任せするんですけども、まあ、今回もですね、楽しくたくさんの動画を作れたらというふうに思ってますので、応募の方よろしくお願いいたします。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。